1時間待たずに販売終了したホテルもあった東京都の観光支援事業もっと Tokyo が仕切り直しします。コロナとの共存に向けて今月までとなっておりますもっと Tokyo のトライアルですけれども、こちらの方は10月末まで延長することといたします。都は都民が都内を旅行する際に宿泊で1泊5000円、日帰りで1回2500円を補助するもっと Tokyo の終了を1ヶ月延ばし10月31日にすると発表しました。9月1日の販売開始時は用意していた分の予約が短時間で埋まるホテルや旅館が続出していました。都は新たに30万泊分を用意し10月1日から販売を再開します。ワクチンを3回以上接種もしくは検査結果が陰性の都民が対象です。都の担当者は感染拡大防止と社会経済活動との両立を着実に進めていくときとしています。